はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にボジョレーヌーボーを混ぜて飲んでいました。毎年発売されていますね。一昨日だったか3日前だったかに飲んだんですが、一口分だけ残しておいたのはこれは動画のネタにしようと思ったからでございます。典型的な赤ワインなのかなと思います。私はですね、アルコールっていうのはいかに早くいかに安く酔っ払うかしか考えておりませんので、ワインなんていう高尚なものには、まあ、普段は手を出さないんですけれども、まあ、せっかくなんでね、まあ、買ってみました。で、香りもですね、典型的な赤ワインの香りで、すっきりしていて若干飲みやすいかなと思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、優子の皆さんは絶対に真似をしないでください。こういうね、イベントがあると、そのイベントのものっていうのをどんどん取り入れていきたいですね。ですから毎年1回はボジョレーヌーボーで生卵をいただきたいですし、お正月はまあ甘酒をいただいたりとか、クリスマスはね、最近全然食レポしてませんけれども、まあ、コンビニのクリスマスケーキとかケンタッキーのフライドチキンをレビューしたりしたいですね。ただケンタッキーのフライドチキンはちょっと値上げしすぎなんじゃないですかね。経営陣の皆さんがどういうお気持ちで経営されているのか分かりませんけれども、ちょっと値上げしすぎじゃないですかね。確かコロナの時もかなり黒字だったんですよね。で、ケンタッキーって基本的にお持ち帰りのお客さんも多いじゃないですか。だからコロナが始まったとしても結局ウーバーとかで注文するとこが結構いて、で、税金とかも結構投入されたみたいで、日本のケンタッキーってコロナの時でさえもうかなりの利益を上げたらしいんですね。それでもう値上げしまくるっていうのはちょっといかがなものかっていうのと、あとケンタッキーって、まあ、部位によって差が激しいんですよね。めっちゃ脂っこくてジューシーで大きいやつもあれば、ちっちゃいなんかそれ持つところみたいなのもあるし、あとこれサラダチキンを油で揚げただけなんじゃないかっていうぐらいですね。よく言うとヘルシー、悪く言うとパサパサの部位もあるわけですよ。まあいろんな部位があるんで、部位ガチャがちょっと激しいんですよね。昔の話なんですけれども、ネットで店員さんに部位を指定すれば、ケンタッキーでは部位指定できるよって書いてあったので、巣鴨のケンタッキーだったかどっかで部位を指定したらですね、部位指定できないんですよって言われて、顔から火が出るぐらい恥ずかしかった記憶があるんですが、今はですね、少なくとも池袋店と、確か巣鴨もそうだと思いますが、今は部位指定できるみたいですね。でも部位指定できるってなると、絶対みんな、サイを選んじゃいますよね。一番そこは圧倒的なボリュームですからね。ジューシーですし、柔らかいし。指名が被るんじゃないかなっていう気はしますが、その辺はね、まあ、タデ食う虫も好き好きということで、バランスが取れてるんでしょう。はい。ということで、現場から以上です。